私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐アニバーサリーツアー 5×20 フィルムレコードオブメモリーズが100万人動員目前の大ヒットを記録。11月3日より先行公開がスタートしていた嵐初のライブフィルム嵐アニバーサリーツアー 5×20 フィルムレコードオブメモリーズが大ヒット公開中だ。11月26日に待望の全国公開を迎え、初週参加館のみで観客動員数34万人、興行収入10億円超え、累計では観客動員数54万人、興行収入17億円を突破。観客動員ランキング初登場ナンバーワンの特大ヒットスタートを切った本作。公開3週目を迎えてもその怒涛の勢いはとどまることを知らず、観客動員数は100万人目前、興行収入は30億円を突破。他の追随を許さない圧倒的な存在感で大ヒットを記録中だ。ドルビーシネマにも大勢の観客が殺到している本作だが、すでに複数回リピートする観客も多数。SNS では、何度見ても驚きと感動が絶えないと絶賛の声が相次いでいる。また、12月10日からのうちは、タオル、ペンライト、サイリウムの持ち込み OK、ハンドクラップ、振り付け OK の無発声応援上映の開催が発表されると、無発声応援上映が Twitter のホットワードになるほど話題に。11日に東京、丸の内ピカデリーで開催された応援上映では、観客が曲やコール&レスポンスに合わせてペンライトやうちわをリズミカルに振り、スクリーンと映画館の客席が一体に。メンバーのソロシーンでは、喋り出すメンバーに合わせ、ペンライトを切り替えて会場がメンバーカラー一色に染まるなどの光景が広がっていた。ハンドクラップや振り付けで同じ動きをしたり、声には出せずとも周りの観客と、嵐と一緒にライブを楽しむ様子がうかがえた。各々の心の中で歌ったり、掛け声をかけるなど、それぞれの思いを胸に巡らせて楽しんでいるようだった。上映後も、映画館の前でグッズを片手に記念写真を撮ったり、余韻に浸り会場にとどまる来場者が多く、ライブ会場さながらの盛り上がりを見せていた。観客からは、声が出せなくても、まるでライブ会場にいるような臨場感、一体感に。ペンライトを振り出した途端、涙が出てきました。ライブに行ったように幸せな気分にさせてくれる。みんなで盛り上がれる空間最高。ペンライトを持つだけでこんなに心が解放されるのか。嵐のコンサートは一緒に動いてこそなんだなぁ、と実感。など、喜びの声が上がった。ますます盛り上がりを見せる本作。史上最高スケールの映画体験をぜひ劇場で体感しよう。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。